これラルフローレンですわ。そんなことはいいけ、これね、重曹につけたらね、あのこのね、ワッペン取れました。何でもいいけど2台持っとる。ね、この本が出てきました。これも買います。それとね、あの歩き方でどうのこうのっていうか、その福永書店見て、それも買わなあかん。でこれね、結局金あったら買うんやけどね。これは俺の情報商材1万ね、インターネット経由22年中の機械商材。どうだ、おい、これいいか、戻らん。どうしましょう、戻らんの、戻らんの、あれで戻らん。だからいろいろ難しい、これ写真撮ったかな。これ銀座のコートね、古道具屋で買いました。人にやってもうた一応気に。これね、これ多分アラブの王様と思う。これが俺の友達、電話番号してます。これね、ドバイのアラブか、アラブやな。で一番金持ちで、 この人のおかげがで、こっち動いとる。こっちね、あのトランプ君の壁紙ですわ。この人壁紙ですよ。トランプ君に振るのはまだ早い。あ、これも買わなくっちゃ。だからね、俺ね、今日ね、今日の仕事は YouTube でちょっと資料をまとめますわ。人間からね、これ全然違うな。俺こんなこっちかわいくしとったんだけど、これもある。忘れるんですよ。これ俺口とんがらがす癖、親父が言いました。死ぬので口とんがらがす癖あるの言って。うちの親父ね、子供よっぽど可愛かったよね。ちっちゃい頃はもちろんね、二十歳の時超えてもね、じーっとね、そばついて見てました。これ見てください。私ジャパニーズでただ一人友達ね、はい。ただね、向こうも見る目あるんやね、多分ね、多分じゃない、見る目あるんですわ。こう大きくしまへん、もう。いや、これね、こう、うん、で、こういって、なんか今日資料まとめろ。で、カノー姉妹ね。カノー姉妹のミカちゃんに聞いてみる、今度。ペロペロされたことあるから、こっちは69人ついたりしとる。男も10人も20人もおる。こっちは一発してない、全然。汁溜まってる。出さなきゃ、体に悪い。これも買わなきゃ。だからね、こうして消えていくでしょ。で、俺の最初の頃はこんなんですよ。でも金のない頃はひどいでしょ。これですよ。300円の帽子に、フル道具屋で買ったやつね。最初のこれ。そんなことはいいけれど。これが最初の頃ね。今や、変わりました。これがホームですね。ね。親の年金3万5千円もらってる。大阪で一番最大のホームです。これ今こうなりましたね。だから、ね、孫にも一緒。今はこうなりました。どこ行った？今はこれですわ。残念ながらね。アマゾンで買いました。普通買いません。私の15年前。よくラブレターもらいましたわ。ほんで35の6か7の時、しようた農協の理事の息子ね、協定狂いで、あれ、アパートを出されました。おいおい、変なこと言うのか。これはさておいて、YouTube 見ろか。今日はね、福祉、俺見てください。与沢君もね、本見たらね、結構すごい本読んだけど、俺とまた部類が違いますわ。与沢君は、まあいろいろで、まあこれと似たような本読んどるけど、あの人はね、なんや、難しい話しまうか。難しい話してもね、誰かな、時間の無駄って言うた人おりますわ。西野俊明。やめた。バカに物言うとも始まる。ほとんどね、はっきり言うてね、1万人によってね、これ感化されてピッとくるのは1人ですよ。1人おるかおらんか。10万人に1人おるかおらんか。だから言うても無駄。言わない。あおらしい。バカに相手しても始まんない。だからそこね、離婚になったんです、俺も。いろいろ。ほんで3来とるわ。ね、人間ってね、でここに株で30億って書いてでしょ。俺あっちゃこっちゃやれてるんですわ。顔じて。俺これ狙っとんなら忘れとった。ねえ、だから。これ俺、シェア。この子一発してろうと思って。聞いた方がいいでしょ。
ブラントマン。例えばさ、何動画を保存ね。いろいろ。今頃怖いな、おばさん。ね、ブラントマン、ブラントマン。あれよ。俺、あの、あれ掴んでね、あの、誰や。浜崎あゆみ。ブラントマン、来たった。どうだ。あれ、バッテリーやるか。これ何や、ロコでテレビか。だから、今ね、徐々に言うようになってるんですわ。あのね、米コミュニケーション、俺ね、昔は1ヶ月も持たんのですわ。で、一人酔っ払いがおってね、バカにしとったけどね、俺、米コミュニケーション取ってあげたんだよ、言うてね。で、取ったんですよ。あ、取ってあげたんだ。ほいで1ヶ月も持ちません。それで機械引き上げられて、俺もね、最初に1回払ったかな。何よ、これ、気持ち悪いのかな。誰よ、これ。こんな出すな、長いじゃん。気持ち悪いな。消えちゃうんだよ。動画、非保持じゃん。消えちゃう。ブラントマン。こういう子かわいい。あ、そうそう。こういうの。米コミュニケーションね。あ、昨日ね、あるね、着物を着とるね、どっかのおばちゃんがね、なんだかな、なんとかで、携帯のなんとかの権利買いますか言うて、あったら買いますか言うたら、まあまあ、できれば買いましゅ、言ったんですわ。そしたらそれ旦那がおるしね、多分あの、内職ですわ、そっちの方に行ってんですわ、金集め。だからブロックしました。あれ、独身やったらはやり取りする。だから独身でないんですわ、独身やったらそんなことしない。だからね、米コミュニケーションついてる、テレビついてるしよ。今度4、あの、何日や。32日ぐらいのね、皆さんびっくりしてないんですけど、5000円で買いました。たぶんうまいでしょ。前7000円のあったんですわ。アマゾン中古で探してください。できません。ほいで、なんとかな。5700何本で買いました。笑うでしょ。ほいで、これ変えて、とにかく Wi-Fi がつきね、家の Wi-Fi。ほいで、充電器もあるでしょ。ほいで、外の Wi-Fi もついてます、この米コミュニケーション。ほんで前ね、ブラックやったけど、今度ね、頑張って払ってますわ。ほんで2ヶ月分の、今度2万ぐらい来るんですわ。それ普通は払えないけどね、俺の意思がね、もう払うって決まっとるからね。ほんで物もあるから余裕があるね、スピーカーね。ほんでテレビ付き、Wi-Fi 付き、なんだか、テレビと、あ、そうそう、電話付きね。で、電話機も2台ですよ、そこにもう1台。だから、チャットやね、チャット。これ何でしょうもね、これ消していく。YouTube じゃないけどね、消していったらいいんですわ。あじ。この機械、しかし、すごいな。貧乏アフリエーター。ね。知ってるでしょ。この中国か。中国人一人おったね。なんとかいう女優が。テイラー・スイスト。テイラー・スイストを狙っとんだな、俺。あれ、リクエスト多分、さあ。まあ、あとでよ。俺ね、この頃ね、家賃250万とか減ってるもん。で、これから稼ぐ金額は100億、1兆円稼ぐからね。だから、菅野君に見てください。最初、携帯フレートで情報商材って売れなかったけど、1、2ヶ月。ある人に頼んでね、10万頼んで、メルマガで1億、2億で100億円企業作ってね、100億円企業で止まってますわ。そこから上が知らない、ね、やるもののこと。だから、難しい話はしない。バカに物言うても一緒。バタリーにハマって、これほんと便利ね。裏に人おんちゃうかな。タクボ君がね、これ再生回数上げろ。なぜか分かります？再生回数上げるの上に上がれんということだよね。YouTube 検索を。ヤフー検索、これユッケって書くんですよ、もう縮めて。再生回数検索言ってね、意外と知ってないんですよ。おいおい、言いそうと、あっち。俺ね、ボールペンの話思い出す。あるホームレス、人が引っ掛けたんですわ。ね。あ、Facebook を一回チェックしようか。
そしたらね、ボールペンがね、その辺いろいろ、まあ、うまく言って、行ったんですよ、会いたくてね。そしたら、そこの、叩いてって、出んのですよ、裏から叩いたら。で、姉が出てきてる、子供のね。ほんで、借金1万回とか取りきたいって言ってね、工場で、ね、本当に貸し取った。ほんで、ペンがないでね、だからね、金がないっていうことは大変なことなんですよ、あっちこっち宿泊してね、少女時代、これも引っ掛けんなからな、少女時代。少女時代、ペロペロしてる、何をかな。何でこのライブ中にしょうがない。こんな、あのね、YouTube も消しとかんとね、しょうもないもん、どうだ、動画保存。何をリンクを消し方んですよ。消せんのこのバカだね。もう、多分難しいよ。どこに、いや、何でこんな滝が。しょうもないだけ。長寿時代。招待する。俺を招待する。招待。あれ？クーラー、クーラー。招待、タクボ君を招待する。うん、ダメじゃない。ね。俺は携帯3台もらい待ったからな。た、え、頑張れた。かきく。地区じゃねえ。これ、ね、反応ちょっとおかしいね。反応は要するに、た、かきく、ぼ、しんる。どうしよう。正体それあったでしょ。俺ね、容器持ってるんですよ、他の。ダメじゃねえ。だからこいつらもこれでね、昔はね、携帯でね、携帯でメッセンジャーでしや。だからね、これすごいな、グループのリンクをコピー。これね、ようこんなもん作ったと思う。まあ、作れんことはないよね。まあ、麻雀と麻雀の機械でも上手です。メッセンジャーでしや。これこんな、これはさ、初めて、招待するって言うとバーカーって子供が言ってました。そういったオプション。だからいろいろですわ。だから言うたでしょ。Facebook を作った。だからね、これと一緒ですわ。なんていうかな。最初インターネットをビル・ゲイツが作りました。ね。Amazon がそれを超えました。ね。次 Facebook を、そうするインターネットのマイケルソフトのおかげで Facebook ができました。ね。次、ね。Facebook じゃなくてインターネットを作って Facebook もできました。それを使って Facebook は作りました。だからそういうことなんですよ。タコ君が当たったでしょ。それはね、万人に一人もできない。そこでシャレ言おうと思ったら出てこん。万人。ちょっと、ライター、これ出てこんでしょ。ね、こういうとこが人間、これ時間の無駄。こ、ね、れ言うでしょ。だって3個ぐらいどこ。俺はね、ライターね、3個あってもどこ行くせえか、もう。こんなこと言うのは。だからライターね、容器買ってんですわ、ここに。残念ながら。もうライターね、お兄ちゃんライターくださいって言うとたらもう終わり、人生。おさびつもとこ。ライター貸してくれませんか言うと、もうダメですわ。顔が真っ黒。あれ、タバコくださいっていう動画あるんですよ。俺はね、タバコを1回、2回ください言うたことあるわ。で、くれた、くれんからして、カーなって一発殴るときあるんですよ。ほいでね、タバコないときね、本当にないときね、歩いてきてて、隣の車のお兄ちゃんにね、タバコくれやって言いそうになるけど、ストップかけてますわ。ストップザミュージックってことだったんですね。大部会長。生徒会長。あ、これどうだ。これ見て、触るでしょ。これ、それか。だから、金持ちやったらこれ多分してると思うな。金持ちはこれだとな。タラ言うたでしょうね。